めっちゃ高まったあのメドレー、歌いながらメイクしてたもん懐かしいと思いながら。スマイルジの曲はもう歌いますね、ほとんど。歌えない曲もあるけど、もちろん。いつも気になるクラスメイトととかも懐かしかった。立ち上がるとき花の18輝け18、懐かしい。 ATM モーション聴きながら、あ、早く18歳になりたいな、18歳になったらこういうこんなことを考えたりするのかなって思ってたけど、気づいたら20歳になってました。やばいよね、懐かしい。そんな時代があったんですよ、私にも。 ATM モーションって曲があって、18歳のまあなんか心情っていうか心のことを歌ったね曲があるんですけど何かなんていうの、時の流れを感じる。流れる雲見ながら涙を拭いた、負けるもんか好きかって言わせたままじゃやだもん。懐かしい。考えないままっていうか、なんかそういうなんていうんですか、気づいたら18歳になってたって、気づいたら18歳超えてたってこと。言い忘れたままじゃやだもん。今メール来たん遅いですね。7時前に届くつもりだったんだけど。落ち込んでちゃいられない、そこ私は立ち上がる。懐かしい。どっちやか。スマイル、うお、もう大丈夫、もうこれ慣れた。ありがとうございます。イエーイ、終わっちゃった。意外と短いな。懐かしい。そう、今日はアイドルの話をしようと思ってショールームをしたんですよ。いつもなんか急に配信すると、まあ、今日も急に配信してるんですけど、今日は何について喋るのって聞いてくれる人が多いから、なんか髪の毛めっちゃ気になる。なんかテーマ、トークテーマがあった方がいいのかなと思って、アイドルについて喋るね。めっちゃミラーボール出てくる。絶対使い方違う。あれ、反対になってる。私のやつこっち出てたんだけど、こっちなんだ。みんなから見たら、もう終わっちゃったけど、次からやろう。こっちにするわ。カラオケ配信で使うのね。なるほど。この前 AKB のあのおうち公演みたいなやつをまあ、チラッと見たんですけど、めっちゃミラーボールなんてた。今日はマネヒケチャ T シャツです。武道館のかな、マネヒケチャ。顔つんないわ、でかすぎて。これ XXL ぐらい、 XXXL かな、一番でかいやつ。いつもマネヒケちゃんの T シャツ買うとき一番でかいやつ着てます。武道館、でかすぎない？なんかマネヒケちゃんのそのなんか公式の
なんていうんですか、そのネットショップみたいなとこにメンバーがこうやって T シャツ着てる画像がこうやって上がるんですけど、それが一番でかいサイズ着て、もうダボっと着てるの。それが可愛くて真似引けちゃう。だからそう、 T シャツ買うときは一番大きいのにしようって思うようになった。1枚で着れますね。これレッスン着とかで着てましたよ私。流れる雲見ながら涙もいた。まね引けちゃう。今なんかその今度のライブのグッズの T シャツが予約もし終わっちゃったかな、してるんですけど買おうかもって書いてないまだ。そうなんですよ、もう終わっちゃったかな、よく。負けるもんか好き勝手言い寄せたままじゃやかもさ。あ、スマイルズの話したからスマイルズがともかもね。マネキツは最近はあのライブの映像をあの寝る前に見ながら寝てましたよ。何の曲が好きかな。あ、全部全部君のせいかも、この世界はまるで地獄だね。マネキちゃんはあの YouTube 最近あのやってるから、カバンの中身紹介みたいなやつ見ましたよ。君はづらい、君はづらいはなんかもうなんかアイドルフェスとかで、のイメージだわ。あ、青春高校アイドル部最近ハマってます。本当に最近ハマったからめちゃくちゃにわか、教えてほしい。めっちゃ好き、いいよね、曲もいいよね。知らないんだ。めっちゃいいよね。教えて、あ、どっか行っちゃった。青春高校好きですかって聞いてくれた人。 MV いいよね。いや、なんかもう爽やかすぎて可愛すぎて涙出てくるあのなんかね、これアイドルの話すると SKE しか知らないって人ももちろんいっぱいいて嬉しいから、私もアイドルだから一応アイドルとして大事にしてることとかも話したらいいなって思うから、幅広くね、みんな聞いてくださいぜひそれの分かりみが深い、うん、いいよね。なんか出てるわ、ピヨピヨって。あ、青春高校教えてください。私はもともとあのトンチキサキナちゃんの顔ファンだったんですよ。だからあのサキナちゃんのことはすごいよく知ってて、あの SNS とか見せたりとか動画見たりとかしてたんですけど、青春高校の存在自体は知ってたんだけど最近見始めた。うゆちゃんも可愛くない？2人が推しです。ツインテール、やっぱストレートはね低めの方が可愛いんですよ。え、うえちゃん可愛いよね。
あ、めいなちゃんかわいい。僕の好きな最強ついて似合いすぎてキュンしする、なんで二つに結んだの。私あの歌ったことないからサビしか知らないんだけどね。伸びたな、こうやって見ると。高校生ぐらいに見える自分で言う。JK。 いける？ひまわりもうすぐ咲くかな？え、かわいい。ひまわり育ててるの？ひまわりが咲くとドキドキするね。結局どこまで伸ばすんですか？あのエクステつけたぐらいに伸ばしたいです。制服持ってないもんだって。中学生はちょっといけない。中2もいける。そうだ、中2はいけない。最後に髪切ったのいつ？でもあの前髪とか切ってるけど、この後ろ髪っていうんですか、ここの髪の毛は、ね、全然切ってない。何の話してたっけ？あ、そう、アイドルの話するんだった。そう、最近ハマってるのはそれですね。青春高校、結構なんか YouTube にドキュメンタリーみたいなのが上がってたりするから、30分が1時間ぐらいあるんだけど、それ見ながらなんか出かける準備したりとか、お仕事の準備したりとかしているよ最近。今来たらツインテールしてる。そう、ツインテール今結んだ。青春のスピードいいよね。ちょっと歌詞出てこんけど、今爽やかって感じ。 MV いいよね。左肩になんか白の、本当だ、なんか白のついてた。結構なんか幅広くは好きだと思うんだけど、全然わかんないアイドルもいるから。大森聖子さんは昔から好きで、何聞くかな、いろいろ聞きますよ。走る自転車、大森聖子さんめっちゃ好き。大森聖子さん流しながらメイクするとなんかちょっと可愛くなった気持ちになる。どこで発掘するの？青春高校どうやって見つけたかな私。 YouTube ですね。走る自転車。検索ワードは、なんか私多分アイドルばっか見てるからアイドルが出てくるんですよ、関連にいっぱい。そこから見つけたりする。全然だから
検索してなくても 見れる見つけられる。ラブライブは分かんない。一番最初に好きになったアイドルはもともと AKB が好きだったんですよ。 SK に入る前は。でもなんかその握手会とか行ったり公演行ったりとかするそういうなんか本格的なファンじゃなくて、なんて言うんだろう、ほんとテレビで見る AKB が好きみたいな。知らなかったからそのめっちゃうるさいなあのテレビしか知らなかったんですよ。その公演やってることとかも知らなかったし、ほんとそんだけって感じ。なんて言うんですか、歌番組を録画して見てるみたいなそういう感じだったんだけど、でもいろんなアイドルが好きになったのは SK 入ってからですね。はい、それだったら、その SK に入ってから好きになったアイドルは、アイドル好きになったきっかけはスマイレージ。スマイレージです。まゆさんが好きでした。渡辺まゆさんが好きでした。そのテレビで見てるだけの AKB ファンだったけど、まゆさんが一番好きだった。カラオケってアイドル歌う。ハロプロはよく見るけど、今は全然幅広く好き。ハロプロに限らずって感じ。チキパンはめちゃくちゃ好きでした。ライブもめちゃくちゃ行ったし、好きでしたね。チキパンはもう大好きだった。やばい、なんかそういうの話ばっかしてるからいなくなった。見てる人いなくなった。全然私自分の話もするから、みんないろんな質問してください。見てますか、みんなついてきてますか違う、圧倒的にもうコメントが少なくなった。聞いてください、私のことも。SK の話もしよう。そうだよね、知らないよね。SK の話。
月公演の再開待ちですね。公演したいね。公演したいです。まだベル覚えてるよ。さすがに覚えてるでしょ。覚えてます。ツインテールしたら髪の毛跡ついちゃった。お尻忘れたって。お尻ちょっと思い出してもらわないと。いつ始まってもいいように。リセット公演は忘れた。踊れると思う全然。あでもどうだろう、洗濯物たちとかも踊れないかも。サビは踊れるけど。ここで一息をついて、肩の力を抜けば。みんな知らないと思うんですけど、私記憶力めちゃくちゃいいんですよ。だから覚えてます。絶対絶対踊れる。知りませんでした。だってそうなんですよ。えラムネこの前踊ったけど踊れたよ。え分かる。立ち位置の方が不安。私もダンスより全然立ち位置の方が不安。チュ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 ン。ベルコインでフォーメーション難しい曲なんだ。えスタンドアップとかじゃない。移動が大変。もともとダンス習ってましたか。習ってないです。ダンスなんて踊ったことなかったです。全然踊ったことなかったよ。でもなんかやんないといけないことだから頑張りました。頑張ったらなんとかできるようになりました。だからね、もうあの私の人生のこっちですね。乗ってる？終わっちゃった。あミラーボール、そうこの前さ、マキコさんがさなんかすごいミラーボールなんか。また来た。ミラーボールさミラーボールをさなんかしながら上振ってたでしょ。だから私もミラーボール投げようと思ったんだけどなんかできんかった。えタイムラグがあるのか。そっか、いやなんか長いことやってないといけないんだ。難しいね。だからなんかできないことはないって思いながら生きれるようになりました。その運動神経もないしダンスも踊れないけどなんか頑張れば。あまた来た。えめっちゃ投げるじゃん。大丈夫。いいですよそんな投げなくてねえいいよそんな私にミラーボール投げなくて。本当に
そうなんだ、もう終わってんだね、みんなが。あの、なるほどね、時差があるのね。ダメやん、じゃあいいですよ、もう投げなくて。ずっとこうやって配信しておくの、こうやって。ダメだ、こういうことやったらまた投げちゃうから、みんな投げなくていいです。そうだから、できないことはないなって思いながら。でもいいってばありがとうだけども、あの、いいですよ。ありがとう、本当にありがとうじゃあもったいないじゃん、もったいないよ。ミラーボール代で、あの、いいもん食べてください。もうイエーイ、ありがとう、ミラーボール。え、長くの？なんで？イエーイ。長いねー。ありがとう、長めのミラーボール。そうだから、ダンスは頑張れば誰でもできます。ほんと自信持ってやる、絶対できない人いないもん、絶対できます、みんなもできる。運動神経悪くてもできます。いや無理だわって思うよね、私も思ってたもん。できます。ねえ、もうまたミラーボール、同じ人が投げてるでしょ絶対。あ、違かった、ありがとう、イエーイ、ありがとう、いっぱいいっぱい投げてくれて。いや分かる、人が投げてると投げたくなるよね。私もこの前マイコさんの配信でそうだったもん。ありがとうございます。ダンス教室でも教えるの苦手なんだよね、人に、人に教えられない全然。そうなんです。人に教えるのめちゃくちゃ苦手、難しいもん。
あーもうありがとう。誰そんな、もうみんな、イエーイ。長めのちょうど2人重なってた。美穂さんは研究されてて誰のダンスを目指したの？え、誰のダンス目指してたとかあんまないな。なんか私がその入ったばっかの時だから、昔はもうなんて言うんですか、めちゃくちゃ頭を振ったりとか髪の毛を振り乱して踊るダンスがなんか主流だったんで、主流っていうかなんて言うんですか、ファンの人からすごいいいねって言われたりすることが多かったんですよ、昔はね。今は違うけど昔は。だからそういうなんかダンスができた方、できる子の方が目を引くし、すごいなんか褒めてもらえることが多かったから、私でも私はダンスをやったことなかったしできなかったんですよ、そういうダンスが、そういうダンスがっていうか激しい踊るのが苦手だったから。でもなんかなんて言うんですかね、そう、それの前にまず丁寧に踊ることを心がけようと思って、そこから始めました私は。誰がとかなくてみんなそうだよね、スキー自体が。で、スキーのファンの人もそういうダンスがなんかやっぱりスキーっぽいよねみたいな、そう言ってくれることのが多かったから、私も憧れててはいたんだけど、やっぱりもう初心者すぎてまず そういうレベルもいけないんですよ、初心者だからね。だからまずはちゃんとダンスを踊ることから始めましたね。そっから激しく踊るんじゃなくて大きく見せるダンスをだんだん心がけるようになって、まあ、どっちも取り入れるようになったって感じです。でもそれ本当良かったなと思う。だからそれをできて、できるようになってて、それに気づけて若い時にそうだから、それがあるおかげでどっちにも触れるようになったから、それは良かったなって思います。時と場合によって使い分けてます。てかあんま誰を参考にしたとかないかな、ないです。じゃめちゃくちゃ悩んだな、ダンスのことは。やっぱなんか元気がないってめちゃくちゃ言われた、入った頃っていうか昔は。元気に見えないって。そうなんですよ。でそれは悩んだけど、今そんなこと言われることないからだから何事もね変われるんですよ、頑張れば。でも入ったばっかの子じゃない、全然 K2 になってからとかもめっちゃ言われた、元気がないって言われてましたね。懐かしい。
チームメイスはめちゃくちゃ好きですよ。大好き大好きだった。今コンタクトだって。コンタクトしてない。チームメイス一瞬だったね。一瞬でした。めちゃくちゃ。懐かしいです。セイクレジスタンス見て好きになった結構いるんですよね。そういう人メンバーでもなんかリカワでやらせてもらうんですけど、レジスタンスが入った時にメンバーに後輩とかから結構言われる。レジスタンスのエゴさんが好き好きってめっちゃ言われます。結構ファンの人にも多いけどめちゃくちゃ言われるね。もともと私のなんていうんですかユニットじゃないんだけど、だからそれもあって TDC の、 あの選抜コンでやろうと思ったんですけど、でもあれがちょっと良かったのか悪かったのか分かんない。選曲が何かまだセットリストが決まる前にソロ曲やりたい曲教えてくださいって言われたからダンス曲にしたんだけど、バランスを見てっていうかなんかアイドル系多そうだなって思ったからダンス曲にしたんだけど、普通にあのセットリスト自体がさダンス曲ダンスナンバーセトリだったからさめちゃくちゃ踊る人みたいになっちゃった。それだからちょっとそれだけがなんか心配要素っていうか大丈夫だったかなって感じ。めっちゃダンサーだったよ。びっくりするぐらいダンサーだった。だからそれだけちょっとなんか心残りじゃないけど、えだったらそれ知ってたら違う曲にしたよみたいなしょうがないけどね思いました。めちゃくちゃいじって落ち着きないな。だって確かに今でもなんか違う曲にすればよかったなってたまに思いますよ。次の候補は何してたかな。第二希望何してたかな忘れちゃった。遠距離ポスターと優しくするよりキスをしてだった気がする。他の候補曲はでもなんか全体のセトリ見てたらあもっと他にあったなって思う。なんかさやっぱそういう時ってさなんか思い浮かばないんだよねパッと。提出期限みたいなのもあるし、どうしようどうしようとかやっぱ他の人のバランスとか考えたりとか、どうしようって思うんだけど、やっぱそのじゃあこれにしますって言ってからやっぱあれなんかあれにすればよかったじゃんってなんか曲思ったりする。だから難しいです。あんまりなんか納得いく選曲できたことない。そういうソロパートとかできるよって言われた時にむずいよね。
から思い出すんだもん。そう考える時間がないんです、あんまり。だからなんだっけ、で逆になんかいろんな見せ方を知ったりとか、いろんな曲をできるようになったからっていうあれでの悩みではあるかもしれないね。嬉しい悩みですね。タピオカ片手に原宿にそうだって。タピオカじゃないけどイロハスならある。難しいよね。そうだから嬉しいけどね、そういうそれそんなかんことで悩めるようになったのが嬉しいけど、そんな感じです。はい、いい悩みですね。なんだっけ、そうだから TDC ではセルフレジスタンスやって、で、まあ、最近アイヤのなんだっけ、去年かアイヤのそのソロパートみたいな時は涙の表面張力やって、あの時もめちゃくちゃ悩んだんだよね。信じられないぐらい、多分みんながもう想像してる何倍も悩みました。毎回悩むんだけど超悩みました。めっちゃ悩んだよ。なんか SK のファンの人って、まあ、どのグループのファンの人もそうだと思うんだけど、あんまりなんかさ知らない曲で分けないじゃないですか。だからその時は SK でやったことない曲だったし、表面張力がね、まあなんか流行ってたから、その48グループの中では流行ってたから、他のグループがやってたりとか AKB ではもうなんかコンサートの定番曲みたいになったりとかはしてたけど、 SK でやったことない曲だから多分ファンの人は知らないなって思ってて、そうそうなんです。だけどまあ知らなくてもなんかインパクトに残るなって思ってやったんですよね。いい曲だよね普通に。私もすごい曲として好きで、そうそうそう、いいよね。だから良かったです、結果できて。でまあそれがきっかけでツアーでもできたりとかしたから良かったです。結構なんかメンバー人気高くない、あの曲って。良かった、あれは良かったなって思いました。衣装もなんかこだわらせてもらって、そうだからあのツアーで4人でやったんですけど、4人バージョンで、なんかアイアのやつ見てたからやりたいって思ってたって言ってくれたりとかしたから嬉しかったです。ぜひ見てない方は私のツイッターに動画がめっちゃ引き画なんだけど上がってるから見てほしい。見てください、ツイッターで。
その前は何してた？金木犀？金木犀したかな。金木犀は私あんまよく知らなかったんですよ、その時は。チームイコエもそんなになんか見たことなかったし、曲も知らなくて全然。そう知らなかったの、全然金木犀知らなくて。でまあでもマネージャーさんといろいろ相談してて、え、何にしようねって言ってて、でまあ他にもソロを歌うメンバーがいたから、まあ、歌はやんなさそうだよねってことで歌うかって感じだった。確かはね、歌うのは好きなんですけど、もうその時多分その時初めてなんかちゃんと歌ったの、歌う曲をしっかりやったのがその時が初めてで、なんかもう緊張しすぎて、え、私もう一生歌歌わないって言ってた終わった後に、もうこんな緊張したくないから一生歌歌わないって、一生あの歌重視の曲をやんないって言ってた。って言ってました、チュリさんに。なんか楽しさを知らなかった、まだ必死すぎて、初めてだったからね。でもあの大富豪ライブの時にあの太宰治を読んだ子を3人で歌って、あの時初めて楽しいって思った。あのダンスの歌の曲めっちゃいいなって思った、あの時に初めてね。めっちゃ最近だよ、最近よ。最近です。あんまだから歌う選抜みたいなの選ばれないからさ、そういうステージでなんかなんていうんですか、歌だけで見せる曲っていうのをやったことがなかったから緊張した、多分。だからなんかそう元気な曲でなんか歌ってとかそんな好きだけど、なんかそう歌だけに集中して聞かれるのがなんかもう緊張しすぎて嫌だったその時は。楽しかったけどね、金木犀っていう曲の良さにも気づけたし良かったです。金木犀めっちゃいいよね。だから私歌詞覚えるのめちゃくちゃ苦手なの、そしてね、だから多分だからってのもあった、緊張しすぎて。そうだからあのチームエコーに出た時に金木犀だけ完璧に歌えたもん。だからダザイの時はあんま緊張しなかったです、楽しかった。そうやっぱ2人がうますぎて引っ張っていってた部分もあるし、引っ張ってもらった部分もね、すごい楽しかったです。コヨーテみたいです、だって懐かしい、コヨーテやりたいな。でもいないんじゃない、全然メンバー。コヨーテ、なんかあんま小なんていうんですか、少人数ユニットに選ばれることなかったから嬉しかった、コヨーテは。
愛知トヨタの選抜とかもそうだけど、だけどなんかそういう私がねなんかそう大事にしてる曲ってあんま歌われないんですよね、残念なことに。本当にある、あのその説ある。他に何があるの、え何かな、アイストヨタの曲、まあ、ホライズンはもう最近でこそなんかその外イベントっていうのちょっとしたミニライブとかで人数少なくやることあるけど、ホライズンとかオリメン多分1回ぐらいしか披露したことないし、コヨーテもそうでしょ。私あの K2 の曲でフロントだった曲だから円を描くとかもやってないでしょ全然。焦燥とか、焦燥初披露した時私いなくてそのメンバーに、ちゃんとやったことないんですよね。絵描く一回しかやったことないもんだって。少々振りあるよ、振りあるけど私はなんか短いメドレーの短いバージョンしか踊ったことない、ちゃんとした自分のポジションでやったことない。でもなんか難しそうだから別になんか大変そうだなって思うけど、そうなんだよ。ホライズン走り出せ僕たちの目がする目がある、ベーカンシーはやるもんだって最近めちゃくちゃやるもん。あなたの弁官士はやりすぎです最近。弁官士めちゃくちゃやるもん。流行ってましたね今年の初め頃。流行ってたよベーカンシーめちゃくちゃ。ついに彼とは別れたよ、いつかひとりになったの教えてて、じゃああとはエコパでもやったカラフルな石かわいいよねあれ。かわいいけどさ、リクワでやったんですけどめっちゃ目立って恥ずかしかった。なんか SK だけなんかペンキの衣装着てんなみたいな。リクワはあるある。待って今反応したよね、怖っ。
人が好きになるって切なくつないもんね。ラブ修行めっちゃ好き。え、シリじゃない反応したの、スピーカー私の。地元民たちはね、最近ツアーでね、ツアーでやってますよね。音声認識するスピーカーなの。今夜はジョイナスもやんないよね、全然やんないよね。今日の T シャツはマネキケチャです。2回目一人に、やばい、霊感師が頭から離れなくなった。ダダマシンガンはやるやん、よく。ダダマシンガンは尊敬ないよね。ダダマシンガン、いいよね。ジョイナスの PV 見て、エゴさん好きな、ええー、嬉しい。ママから借りたドレスを着たら、なんだか大人になった気がしたけど。ダダマシンガン人気だよね。なんでライブで盛り上がるから。でもさ、盛り上がってんの、あれ、みんな盛り上がってますか。私たちなんか客席置いてきぼりになってないかなぐらい、めちゃくちゃ頭振り目出して踊るじゃないですか。よかった、みんなも楽しいならよかったです。ちゃんとあ、わちゃわちゃしてるの見て楽しいんだよね。なるほど。よかった。キスポジション好き、いいよね。真夏の恋の予約をさせて、早くしないと。ミナルンとのやりとりも見せ場、別にあれ見せ場ではないんだけど、ありがとう、注目して見てくれて。あ、コールしなくてもこっちは楽しいんだよ、だってよかったです。それはよかった。お腹空いてきた。夏井すげの A メロのザブンザブンしてるとこが好き。どこ？ A メロのザブンザブンしてるとこどこだ？どこだろう？ハタゴン牛タン食べながら、いいな。牛タンいいね。
夏やさげを聞くと、あの、私が声出なくなったこと思い出す。配信で話したことあると思うんだけど、夏休みが歌ってる最中に一回ライブでね、声出なくなっちゃってマジで焦った。夏休み好きなんですよね。いいよね。え、話さなかったっけ。話したよ絶対。1年前ぐらい、ちょうど声出なくなったの急に。話したよね。めっちゃ、めっちゃ焦った、びっくりした。話したよね。え、なんか急になんか整体どっか行っちゃったの。脱線した。めちゃくちゃ焦った。ちょっと途中から戻ったんですけど結局ね。整体迷子になった。めっちゃ危なかった。ほんと怖い話ですよこれは。どっか行っちゃったんですよ。声出なくなったかと思って怖かった。本当あのライブで骨組みのできたって歌われなんだけど、骨組みのでき、声出ない、声出なくなっちゃった。めっちゃ焦りながら、え、どうしようどうしようって。怖い話、怖い話。いや、わかんない。何があったかわかんない。いや、ほんとよかったですよ笑い話になって。ほんと焦った。怖いよね。いいですよ、信じるか信じないかも担当次第って感じ。マジで焦った。でなんか歌うじゃないとことかでもなんか「あっあ」って言おうとしてんだけど出なくて「やばいやばい」みたいな。危なかったな、めっちゃ怖かった。あ、信じる？ありがとう。え、ライブ中に出なくて言った、誰かに言った。でも夏休みが結構あのライブ終盤の曲で、でもアンコールの前に履けて、で真希子さんが前にいてこうたたいて、声が真希子さんって。懐かしい。でも治った、治ったのすごくない？何だったんだろう、ほんと一瞬脱線した。ほんとでもあれ一回、一回だけ、人生で一回だけ。それがもうあの夏休みの思い出、私の。あ、2A ね、2A のこやつね。なるほど、分かった。さっきの人がコメントしてくれた。
もう1年ぐらい前の話ですよ。それ以来ないから大丈夫、元気。本当に焦った。なんか枯れたとかじゃなくて声がね、なんか歌いすぎて枯れるとかならわかるじゃないですか。出なくなったな声が。焦った。思い出っていうか、それを聞くとはそんなこともあったなって思い出す。しかも歌割りっていうね、よかった。ソロパートとかじゃなくて5人だから歌割り。夏休み好き。昨日はインスタでなんか質問返しみたいなしてたんだけど、なんか夏好きな夏曲なんですかって質問が来てて、え夏休み好きですって言おうと思ったけど、え夏休みって夏曲かって思ってやめたんですよ。夏休み好きだよ。でもあれきっと夏前ソングじゃんね、夏よ急げだから。やめたんだけど、夏井杉は好きです。今だね、ちょうど今ですね。ゆきちゃんのインスタライブ見て髪型すごく、え、どういうこと？もうちょうど時間見ようと思って私見ることにします。夏曲何が好きかなと、好きな夏曲なんだろう、ちょっとパッと思い浮かばない。やば、もう1時間以上やってんじゃん。気づいたら、うん、ほんとだ。誰かとコラボしてんの？誰？あ、サリちゃん。なんで？可愛いじゃん、ハーフツインしてるじゃん。誰？誰も一人いる。おしりん？キリがいいので、じゃあ30分ぐらいまでにします。結構喋る結構喋るっていう。
時間半キリがいい。その後はインスタライブ。ダメ、ご飯食べるから。何喋る？今日はアイドルの話しようと思って始めたんですけどね。だからみんな質問して。もう延長しないよ。そう、話しすぎたら整体どっか行っちゃうから。アニジプロジェクトは私見てないんですけど、ちゃんとはね、あのスッキリスッキリで見てるよ。今日ちょっとだけ見たよ。アイドル話盛り上がる。なんかね、違うんだよね、アイドル好きなアイドルが。話すこともあります。M ステアイミョン出るよって。何歌うんだろう、何歌うんだろう、何歌うんですか。アイカピョンはハロプロ好きなイメージある。スパがめっちゃ好きだったよ。最近は全然わかんないけど。咲かせたいね、いっぱいミリオンスマイル、みんなの笑顔、その数だけ幸せが花咲く。君の花は何色、みんな違っていいね、笑って笑って生きるんだ。知ってる？めっちゃ好きだった MV。 あれもこれも身につけたくて。下向くと日向坂のメンバーにと。誰？教えてください。日向坂全然詳しくないけど教えて。誰？テレビあんま見ないです。48しか知らないから、まあ、全然48の話しよう。私めっちゃ好きだよ48。やっぱ48の曲好きなんですよね。カラオケとか行っても歌う、めちゃくちゃ歌う。寒くなってきました、扇風機が。可愛いのが好き。可愛いのに限らず全然好き。乃木坂の歌。でもなんかライブとかで結構歌わせてもらったりとかしたから、それで
踊ったことあるから歌える曲は歌います。ポテトいいよね。キスと熱いんだよね。なんかさ、わかりますか？扇風機とかエアコンってさ、つけたら寒いけど消すと熱いよね。カーテンの裾から指でめくりながら今日の天気を覗き込むように、告白された時未来を知って